久保さん、今回、あの、プライドは便所に流せにしましょうか。プライドは便所に流せと。まあ、実は久保さん、僕もちょいちょい最近やってることがあって。まあ、最近ね、熟成さんがインスタは結構、あの、ガチでやり始めたんですよ。で、もう100リストぐらい撮ってるんですね。で、なんかコメントとかもインスタでついてて、勉強になりますみたいなね、書いてあるんですよ。で、僕がね、コメントを書くわけですよ。しかも、あの、初心者じゃないコメントを書くんですよ。 要は初心者の人が学びました、ありがとうございますみたいなコメントを書くんですけど、僕は上級者のコメントを書くんですね。もはやコメントをコンテンツ化するみたいな。<laughs> そう。あとはたまに宣伝も書くんですよね。あの情報商材バイブルの著者ですとかね。<laughs> 広島の久保ですじゃなくて、情報商材なんかその,そ,のその投稿が情報商材はどうのこうのって書いてあったんですよね。あの詐欺なのかどうなのかと で、その投稿に対して情報商材完全バイブルの著者ですみたいなね。<laughs> そう。これ何かっていうと、まあ宣伝ですよね。そう。でも、あの、プライドがあると多分できないと思うんですよ。うん。なんだ。いや。なんだろうな。言い換えるならば、社長がトイレ掃除できないみたいな。社長がそんな仕事できないみたいな感じ。会社で言うならば、社長がそんなことできないみたいなね。 社,社,長社長が雑巾掛けなんかできないみたいな。あの、社長でもトイレ掃除するし、社長でも雑巾掛けするし、社長でも頭下げるしみたいな。でね、これ、久保さん、あのね、あの、あの、これちょっと回ったんですけど、これでと500回ぐらい回ったんですけど、お正月ね、僕あの、えー、っとね、えー、っと、なんか浜田さんがやってるね、あの、 A か B か角確執なんだっけななんか番組あるじゃないですか。はあ、まだ。うーん。確、確確じゃないな。確質芸能界。チェック。なんでしたっけ あ格付けチェックだ芸能人格付けチェックっていうこれ多分ずっとやってる番組だと思うんですよ。で浜ちゃんがこう A か B か C かこうバーンと上げて「世界みたいなやるやつがあるんですけどこれねあのねもうマジね郷ひろみさんね郷ひろみさんマジすげえなと思ったのがあのまあペアで出ててね郷ひろみとあとひろみさんですよね。郷ひろみとひろみの,あのペアで出てたんですよ。 で最後の,あのお題でまあその2ランクか3ランク上げるよっていう土下座したら土下座したら3ランク特別に上げるよみたいななんか浜ちゃんが言って特別にみたいなでねこれ秒でね郷ひろみさんが秒ですよ秒でいやマジで即断即決だったんですけどいや土下座するだけ土下座するぐらいでそれそのなんだ資格得られるんだったら土下座しますって言って秒で言,う言ったんですよ あの郷ひろみがあのスーパースターっていうね多分まあ今はまあと落としとったんであれかもしれないですけどまだ現役で活躍されてると思うんですけど、まあ、完全スーパースターだと思うんですよね郷ひろみなんかはでねずっと芸能界をき生きてる人だと思うんですけどそんなねすげえ人がねいや土下,座す土下座ぐらいでね土下座ぐらいでその資格を得られるんだったらやりますよっつってねでろみさんひろみさんがねちょっとためらってるんですよ で、郷ひろみが、やりましょうよと。だ土下座するだけでいいんすよ、みたいな。<laughs> お、うん。じゃあ、やります、みたいな。<laughs> いや、僕ね、郷ひろみさんすげえなと思いましたね。あれを秒で言えるっていうた、何のためらいもないんですよ。だから、あのね、何のためらいもなく、土下座ぐらいでできるんだと全然やります、みたいな。だぶっちゃけ、これ何が言いたいかっていうと、土下座って小学生でもできるし、別に難しい行為じゃないんですよ。わかります 土下座をする行為って100キロのバーベルを上げるとかね、なんか、うん、なんかそう、そういうのじゃないじゃないですか。多分、小学生でも土下座ってできると思うんですよ。行為自体はね。行為自体は。めちゃめちゃシンプルですよね。ただ、膝ついて頭下げるだけじゃないですか。これ、マジで小学生でもできるんですよ。だけど、できないんですよ。じゃあ、これ、簡単にできるんだけども、誰でも小学生でもできる簡単な行為ができないんですよ。 これなんでかっていうと、プライドが邪魔してるからですよね。そう、だから僕はね、あの、郷ひろみさんが芸能界で生き続けてる理由がね、もう、真髄ですね。<laughs> ひろみさんいや、土下座ぐらい、土下座ぐらいで、それいけるんだっやりましょうよみたいな。<laughs> 土下座ぐらいでっていうね。だから多分ね、その土下座ぐらいでっていう言葉がね、すごく深いなと思って。だからご、あの、郷ひろみさんはこの芸能界で生き抜くためにも、いろいろ努力されてきたんだなっていうのが、 その一言で僕はね深さを感じましたね土下座ぐらいでその資格得られるんだったらなんでやんねえのみたいな <laughs> 逆に <laughs> いやあれはね本当僕は結構ねお正月番組あんま見ないんですけどあれは学びがめちゃめちゃ学びが痺れましたね電流が走りましただって郷ひろみさんってすごい,じゃすごいと思うんですようん,なんかその上も下もないかもしれないですけど なんかスーパースターだと思うんですね。うん。僕、あれはね、本当に僕は、あのー、感銘を受けましたね。うん。そう。だから、話を戻すと、塾長がね、そんな塾生さんの、なんか、なんだ、あのコメントにちゃちゃ入れるとかね、なんか、どうなのみたいな、多分意見、絶対あるはずだし、そう思われる、塾生さんからもそう思われるかもしれないですけど、 僕はそう思わないんで <laughs>、まあ。ビジネスですから戦。戦場なんで。戦場ですから。うん。乗っかれるものは乗っかるし、そう。あやかれるんだったらあやかるっていうね。だってそこでもうアクセル、だって言ってんだもん。リスト100人ぐらい取れてますみたいな。で、その方法を教えますみたいなこともやってるし、今 <laughs>。集まってるんで。で、ちゃんとやってるんですよ。だからさ、毎回毎回行かないですよ。たまにこの、こうい、あの、ちゃちゃ入れるんですけど。うん。 熟成さんの、あ、だからこ今月か、今月熟成さんの商品売るんですけど、まあいい商品があったらね、ちょっと売らしてくれ、みたいなね。<laughs> 熟成さんの商品乗っかるみたいな。そう。うん。多分ね、そういう、なんかその、変なプライドというかそういうのがあると、多分つビジネスを続けづらいですよ、多分。永続的に。永続的に、だからまあ本当、郷ひろみさんが何十年もね、 芸能界って相当きついと思うんですよ。多分芸能界ってめちゃめちゃきついじゃないですか、多分。それを生き続けてるっていうのはやっぱそこだなっていうのは僕はそう思いましたけどね。まあ普通の人はできないなっていう。だってひろみさんがためらってたんで、<laughs> うん、うん、みたいな。<laughs> でも郷ひろみから言われたらね、断れないんで、<laughs> すいませんでした、ドキドしてましたけど。うん、あれはほんとすごいなと思いましたね。うん いってらっしゃい。